ということでね、まあ僕らだけでなく、リスナーの皆さんにもより、諸星さんのことを知っていただくためにですね。うん、諸星さんじゃないでしょ。え？あ、さっき言ったでしょ。すみれさんのことを。すみれさんのことを、知っていただくためにですね、まずこちらのコーナーに行きましょう。やって返してコンビネーション Q&A！バレーボールのコンビネーションのように僕たちが質問という名のトスを上げるので、ゲストのすみれさんは回答という名のアタックを打ってください。一周点作らせねえよ。全ての質問をぶつけ終わった後で気になる回答を振り返りたいと思います。準備はいいですか？はい、頑張ります。行きましょうか。しょう、それでは質問始め。自分の性格を一言で言うとどんな性格だと思う？良くも悪くも真面目。趣味特技があったら教えて。寝ることです。気になる。ズバリ配給って一言で言うとどんな作品？かっこいい。うん、あ、すみれさんが演じる八千人かってどんなキャラクター？かわいいですね。かわいい。演じる上で意識したことはある？もう素直に演じています。うん、はい、配給のアフレコ現場で思い出に残ってることはある？最初の先輩方に囲んでいただいたあの風景がもう囲んでいただいた風景なんだっけ。あ、あとで聞こう。はい、村瀬からの個人的な質問です。はい、今高校で流行ってることとかあったら教えて。ああ、人狼ゲームです。おお、人狼楽しい。いいね。石川からの個人的な質問です。はい、最近ハマってるコスメはありますか？コスメ。コスメ。肌のケアとか。唇をリップで潤す。なるほど。今後の夢を教えてください。今後の夢はもう本当にいろいろな役に挑戦していきたいです。番組を聞いてくれているリスナーさんに一言お願いします。はい、もう誠心誠意頑張ります。よろしくお願いします。テンポがいいな。ほら、なんかさ、日野さんとかさ、内山さんにももうちょっとそれに習ってほしいよ。そうよ。それこそひまわりの内山コーチさん。はい。ずっとこう、なんか、自分の性格一言で言うと、どんな性格だと思うって言ったら。マイペースって、それすぐ出てくるでしょ。すぐ出てくるでしょ、それ。なんか、ウッチーさんのいいとこでもあるじゃあ、振り返っていきましょうか。あのね、すごい気になってるの聞いていい？はい。人狼流行ってるって言ったじゃん。はい、ずっとやってます。クラスで、はい、みんなでやるの？みんなでやります。10人ぐらいで。うわ、多いね。結構やります。はい。結構強い？強い？強い？いやー、なんか、微妙なんですよね。強い時もあるんですよ。すごい強い時もあって、なんか、めっちゃ推理できて、誰がなんだ、誰がなんだってわかるんですけど、もうダメな時は全然ダメです。なんか人狼側と、こう、まあ民間人側ってあるじゃない？どっちのが得意？楽しいのは人狼側ですね。ああ、そうだよね。そうなんだ。はい。ウッチーさんはさ、なんか人狼やるとさ、笑っちゃうって言ってた。なんかもう自分が人狼の顔として言い引いた瞬間に , 笑っちゃって、もういや、この人人狼でしょって言われて、すぐに捕まったって。そう、木村さんがめっちゃ強いんだよね。強そうですね。強い。すごいよ、もうどっちに立っててもわかんないから、とりあえず最初に、木村さんかなっつって。なんか怪しそう。みんなに指名されちゃう、すぐ。そう。人狼か。そうかそうか。あと、趣味特技。寝ること？もうどこでも寝れるんですよ。あ、ほんと？はい。割とどこでもすぐにコロッと。電車の中とかでも寝れる？あ、もうすぐ寝ちゃいます。あ、強い。いいな。電車寝れないもんな。電車。なんかね、はい。一時期ね、電車で簡単にこけって寝れたんだけど、最近、なんかわかんないんだけど、こう、寝て気持ちよくなってくるとさ、この口の端によだれが出てくるじゃん。よだれ出てくるじゃん。いや、これは生理現象だからね。わかったわかった、そうだね。そう、この人は違うかもしれないけど、俺はそうなの。そう、そうなんだけど、あれが出てくる前になんか目が覚めちゃうんだよね。だからさ、電車で寝てる時に、こう、うつらうつらしてて、こう、よだれ出てきて、ほーってなる瞬間が一番気持ちいいじゃん。だからあれを味わえなくて、だからこの寝ることっていうのがすげえ羨ましいなって思って。ちょっとわけわかんないですけど。僕わかんなくないよ。わけわかる。いや、もう風邪ですかね。うわーっつって、熟睡しちゃうの。熟睡しちゃう。なんか1日17時間ぐらい寝るとき。寝すぎでしょ。すごい。それ。ぶっ通しで寝れるんですよ。17時間、はい、成長期だね、じゃあ。多分。あ、成長期だ。うん。大きくなるんですかね。大きくなるよ。あ
なるよ、もう。え、どうしよう、175とかになってさ、完全抜かされちゃったら、それはそれでなんか悲しいよ。でも、マイクはちょうどいいかもしんないね。あはははは。みんな素晴らしい。いや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 。かがんでみてくれ。とんでもない。そうね、気になってるのは、いろいろな役にチャレンジって、なんか取り立ててこんな役やりたいとか。うん、そうですね、なんか、もう、性別超えたいですね。お男の子の役を、あんまりやったことがなくて、可愛い男の子がやるとしたらなんですけど、こう、男の子としてもこう役の幅がいろいろできるようになったら楽しいんだな。僕はね、可愛い男の子の役をやってるの知ってるんですよ。え？実は、あのゲームで、猫のゲームで、そう。すーげー可愛いの。あのね、その猫のゲームの中で、狼もやってるんだけど、うんうん、全然違うの。え、そうですか？うん。なんか、女の子としてやっぱ、あの、狼の役、女の子でやってるんだけど、それは本当に狼の女の子として可愛いし、うん、で、猫の男の子はもう、男の子としてちゃんと可愛いの。本当ですか？可愛い。いやー。だから、ね、どっちもね、ちゃんと使ってる。未だに。だから、あの、もう完全に違うゲームの話だから、あんまりこう、深く突っ込まないけど、あの、22っていうの、その女の子が、もう超可愛い。俺、ちょっと待って。俺、それにね、あのね、うん、何々22って呼ばれた覚えがあるよ。そうだね。うん、俺が演じてた役で多分。うん、ちなみに、あの、この3人同じゲームに出てるから。そうか。いろんな記憶があります。そう、はい。そうだね。うん。ありがとうございました。可愛い、本当に。お世話になりまして。だから、男の子でもすごく僕は魅力があって好きです。めちゃくちゃ、はい。いや、それ嬉しいですね。すごいなぁ。はい、ということです。